売れる創作、利益になる、それ、が心理的な領域に、期待される光景、を展開して、人々は、それ、に対して現実を合致させていくことで実際の現実的な安定を得られる。作家は、もちろんそういう理解を持つ必要はあって、理屈ももちろん必要だが、しかし、結局は、真面目に働く、そこに帰結して、それは単に素直さ、しか必要とはしない。現実の光景とは、随分違う理解のような、違うような、ゼビウスは売れたのか。ともかく何が売れていようが、自分がちゃんと暮らしていければそれでよい。作る創作が必需であるなら、仕事をしている限りはなんとかなる。それは理想ではある。しかし、重い不服はある。実際の光景とは、それ。への反発でしかないのではないか？大企業を統制したい金を操って。売れています。本当。